フォトアドバイスチャンネル、はいはい、フォトアドバイスチャンネル、プロフォトグラファー中村道人です。はい、MC の中島あずさです。よろしくお願いします。さあ、今日は一体、今日はね、はい、湖の撮影の話をしようと思ってます。はい、夏でも秋でもなく冬。そうね、まあもちろん夏でも秋でも行ってるんですけど今回は冬なんです。今回は冬。なるほど。冬の湖にっていうか、まあ、風景全般ですけども、まあ、ちょっと空気感がほら、うん、ちょっといいじゃないですか。あ、なんかわかる、この冷たい空気感。そうそう、あとちょっと凍ったりとかさ、空綺麗、凍ったりとか、で、あと月夜が好きじゃないですか。うん、好きだね。まあ、チャンネルでもね、月の話してるんですよね。で、まあ、ちょっと月の出るタイミングとか狙って、まあ、行ってきたんですよ。どこ行ったんですか？群馬県。群馬県のそういうとこってあんまり行く機会が今までなくて、まあ、長野行っちゃったりとかさ、そっちの、ね、栃木に日光の行っちゃったりとかして、全然行ったことないわけではないけども、まあ、どっちかとウェイトとしてちょっと少なかったので、まあ、今回ね、群馬県もういいんじゃねと思って、ほう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 、まあ回ってきたんですけど、はい、あの赤城山と、はい、あと榛名山の、はい、エリアで、火山2つとも火山なので、うん、まあカルデラ湖って分かる、火山噴火して、うん、その後に噴火口に水が溜まって、うんうんうん、まあ、沼とか湖になるというね、そういう地域なんですよ。なるほど。だ、火山なので、うんうん、まあ、その山自体がね、荒々しさというか、うんうん、まあね、ちょっと面白いになるし、うんうんうん、東京からもまあそんなに、そうね、そこまで遠くないですもんね。うち関越ね、乗りやすいんで、うんうん、関越乗ってしまえばっていうんで、うん、で群馬県行ってきました。ほい。でですね、うん、なんか撮影許可がとかね、いろいろとね、あら、いや、なんかね、普通の湖、うんうん、国有地だとそんなにないんだけど、うんうん、県立公園で公園化されてるんですよ。あ、なるほど。 そこはで公園って名がついてしまうと、うん、まあちょっとなんかプロカメラマンの方は撮影許可うんぬんみたいなことね、書かれたって。あ、書かれてたか。はい、ちゃんと申請いたしました。申請したようです。申請して、あの、OK、フォトアドチャンネルは、そうそうは収益化してないので。あ、そうね、そうそう、してないのよ。実は YouTuber じゃないんですよね。そう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 、収益化してないんですよね。そう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 。あの、全然 OK ですよってことで。お、はい、ということで、もう堂々と、はい、許可いただいて堂々と。はい。ほい。で、赤城山に沼、まあ湖なんだけど、沼、大きい沼、小さい沼、ね、で、あの、尾のこのって。大沼小沼って読みそうなんですけど、その小さい方、小さい、小さい沼で小沼、うん、ね、なんか名前もね、うん、かわいい、ね、でそこに行ってきました。ほい。2、30分で一周できるぐらいの、あ、じゃあちっちゃいですね。ちっちゃいね、一周もしてきました。へ、できる噴火口の後にできた小さな、まあ、沼、湖、うんうんうん、まあ、沼なんだけど、名前沼だけど湖だね。綺麗なんです、水も綺麗で、あとなんかすごくこう静かな湖面で、あ、いいですね、なんかいい感じなんですよ。いい感じ、いい感じなんです。それで大きい方はちょっと人がね、あ、やっぱり大きいので、うんうん、まあ、神社もね、有名な神社もあるんで、いるんですけど、この小さい方は、うんうん、あの、本当に静かで、うん、まあ、なんか休憩したりとか、ちょっとご飯でね、休んだり、そうそう、写真撮ったり、うん、そういうなんかするのにすごくいいところなんですよ。ほうほうほう。それでですね、こういう感じで月夜だったんで、ほうほう、まあ、月登る時間でね、ちょっと狙って、でこんな感じですよ。で、本当は月となんか湖と思ったんだけど、うん、そしたら月の反対側の空がめちゃくちゃ綺麗になってきまして、おで、このリフレクションがすごい綺麗 な、ね、穏やかでいいですね。いわゆるマジックアワーですよね。日の入りして月が出てくる間の空がどん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 なんか色が綺麗になってきまして、それを撮ってきました。こんな感じです。はね、ね、動画からも綺麗、誰もいない、誰もいない、うん、いや、結構重要ですよね。重要です、誰もいない、誰もいない、重要です。それで湖畔もこうね、湖もこうちょっといい感じの水面で、それでパッと見オーロラ、そうそうそう、なんかね、光と雲というか、うん、ね、ピンクの光とかもすごい綺麗で、めっちゃ綺麗。これ月じゃないな、反対だなと思って。うお、すごい。まあ、その判断良かったね。そう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 ね、そうなんですよ。これでね、まあ、しばらくこうやって撮って、うん、なんかいいとこだなと。まあ、そう、最後月をね撮って、うん、それでですね、まあ、月は一応ね、月の写真を撮りました。うんうんうん、まあ、登ってくるとこね。でですね、そうですね。湖面の標高は1470m。1400m ぐらいだから、まあ、いわゆるちょっとほら高原で風景のいいところ、うん、はい、まあ、日光にしろ上高地にしろ、うん、まあ、その辺の標高とまあ似たような標高ですね。だから、まあ、いいよね。植物なんかもね、七かまどが赤い実がなってたりとか、うん、すごくいい湖でした。わ、ね、でね、長七郎山っていう火山活動でできた火口湖、
長七郎さん、うん、で1枚目の湖、いやすごい、ニコンの 18-35mm っていうズームレンズの、うん、持ってったんですけど、はい、フルサイズで 18mm で撮りました、はい、広角がめちゃくちゃ合います、うんうん、それでこのね 18-35mm 結構好きで、うんうん、まあ、18mm から 35mm まで撮れるという、まあ、当たり前なんだけどそうね、私でも分かった今広いところからで 35mm って割といい画角、好きな画角なんですよ、うんうんうん、で好きな画角が撮れるので、うん、風景に向いてるんですよ、コンパクトで、そうね、コンパクトね、コンパクトで向いてるんですよ、ね、それを持ってきました。オーロラみたいですね。ね、それでこう結局空がマジックアワーで、はあ、上が青くて、はあ、で太陽がまだほら、はあ、山の向こうに沈みきってないんで、こうやって下が、はあ、明るくてピンク色になるというね。なるほど。うん、でこのなんかスーッと筋が、ね、出てて、それが何とも言えず綺麗でしたね。うんうんうん、ISO100 ですね。100でいけ、まあ三脚使ってますからね。あ、そうか。1.3 秒だからスローシャッターですね。1.3 秒とかね、うんうん、もう暗いは暗いんで。そうね。で2枚目でこんな感じ。まあね、もう本当にこのリフレクションとあれでこのパターンしか撮らなかったですね。このパターンが全てですね。全てですね。まあ、これもそのズームレンズで 28mm、 ちょっとね 28mm ぐらいになって1秒16なんかね、本当綺麗ですよ。心が洗われますな。うんうん、それでですね、一番広く撮って湖面まで入れたやつです。うんうんうん、湖自体がね小さいので、まあ、このぐらいの距離感で、ね、はい、湖と空とリフレクションと綺麗、うん、綺麗ですよね。なんか ね、いい景色に出会いましたよ。でやっぱりこの大きい沼と小さい沼、尾の子のがあるんで、やっぱ尾の方が人気なんだと思うんですよ、このエリアで。まあ、よく人が行くような、うんうん、あと峠があって、まあ、ちょっと観光ポイントっていうかいいポイントがこう、ね、近いところに点在してるんで、うん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 、皆さん多分ここ来ないんですよ多分夕方。まあ確かに、うん、まあ、夕方にね沼行くってなかなかいない。そうそう、あとちょっと坂道降りなくちゃいけないし、で帰り坂道その海中で降りなくちゃいけないんで、全然危なくないんですけど、危なくないんですけど、ね、まあ一般の観光客の方は抵抗あると思うんですよ。まあ、来るとしても昼間でしょうね。そうそうそう、昼間暖かい時間はすごく人気なんだけど、うんうん、だけどそういうところは穴場なんで、そう、ね、写真撮る人にしては、写真撮る人は穴場です。だから検索するとその有名なとこばっかり出てきますけど、その周りにちょっと水辺でなんかあるとそこが穴場だったりとかする。なるほど。で次にハルナ山、こんな感じですよ。大きいね、ハルナ湖はちょっと大きいですね、さっきのね。火山の歴史としては同じぐらいらしいんですけど、うん、でこうやってもう雪降ってます。全面凍結ですね、湖ですね、全面凍結。寒いね、寒いです。でこういう感じで、もう湖は完全に凍っちゃってて、でそこで月がほらね、うん、こういう感じで、それで山が榛名山って山なんだけど、少しこう残照が当たって、うんうんうん、まあ、なんとなくちょっとピンクっていうかね、うん、暖かい色で、それで月がこうあるという。日本画みたいなんか、ね、そういう絵面ですよ。絵面ですよ。はあ、立派だね、うん。凍ってる、本当に。凍ってるね、寒いね。なんかちょっと上に乗りたくなるけどね。うん、ワカサギ釣りはやってるんじゃない、ここはね。へ、うん、乗れるんじゃない、うん、いいとこですよ、うんうんうん、これは大きいね。そう、それで、まあ、車じゃないといけないんで、うんうんうん、まあ、スタッドレスタイヤは推奨、ね、絶対、推奨というか絶対です、ね、絶対だよ、絶対ですね。スタッドレス履いてても釣りっていきますか、ね、あ、怖いということで、1枚目は、まあ、これちょっと着いた時の、まあ、軽く、うんうん、ね、撮ってみるか、ワンショット目、ね、ほうほう24mm 、ね、ISO100 1000分の1だから明るいよね、1000分の1まだ、ね、木の枝がいい感じですね。木の枝ね、うん、なんかいい感じ、桜だと思うんだけどね、だから桜の時期もいいんだろうね。あ、良さそうですね。で榛名湖っていうのは榛名山のカルデラ湖、ね、カルデラ湖名の通り、周囲は 4.8km、うん、広い、まあ、あるね、うんうん、さっきはね、すぐね、歩いて2、30分だと、ここはもう歩いていけないですね。そうね、そうですね。それで、湖は標高 1084m だから、さっき通りちょっと低いんだけど、でも全面凍結です、うん、見てても寒さが伝わる、うん、なかなか全面凍結ってね、うん、ないですよね、うん、なんかあれですね、空もいい感じにこのグラデーションが、そう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 、この時間帯の本当にね、グラデーション、うん、山のちょっと標高高いところの空って綺麗ですよね、うん、すごい綺麗です、うん、で残暑当たってね、なんかポッと出てね、うんうんうん、そう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 なんですよ。
でこれまあちょっと移動しながら撮ってるんですけど、はい、ほぼほぼ同じ絵です。まあ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 、でも木のあの枝の感じがさっきより好きですよ。そうなんかきちんと入れたぜ。ここでもないあそこでもないって移動しながら撮ってるんだけど、はい、まあもう本当にあの凍った湖春名山、うん、月って感じなので、うんうんうん、もうこれでいいんですよ。寒いけどもやっぱりねこういう厳冬期冬って絵になるじゃないですか、うん、冬ならではの ね感じ。ここも俺一人なんだろう、なんかちょっと物悲しく感じるけどいいよね、撮る人にとってはね一人で一人ね、貸し切り貸し切り最高ですよ。そうですよ。それで、まあ似たような絵なんですけど最後、まあシンプルにいいシンプルシンプルね、本当にシンプルに、ど真ん中に山入れて土線に入れました。そうそう、日の丸構図ってやつですか。日の丸構図ですね。ほぼ日の丸、うん、確かにほぼ、うん、まあもう目立つ山が真ん中、主題がねはっきり山だし、うん、であとまあちょっとね春名湖入れて、うんで月入れて、うん、でもうこういう切り取りで撮りました。この春名湖が凍ってるから多分色がなんかちょっと白っぽく見える。そうですよ ねなんか、うん、冬ならではですね。冬ならではですよね。60分の1 F16 ISO 200、ね、いいですね。いいね。なんかやっぱ空気感が伝わりやすい気がします。そうなんですよ、やっぱね空気感、冷たい空気感、冬なかなかね冬は撮影って ね、ハードル高い部分もあるけれども、お家でぬくぬくしていたくなるけれど、まあね、車持っててスタッドレス持ってるであれば、うんうんうん、あのチャレンジいただくと、あんまり人もいなさそうですもんね。そうそうそう、まず人がそう自分のペースで撮れるからね。そうなんです、そうなんです。晴れた日の綺麗な風景も綺麗だけども、うんうん、まあ、実は風景写真ってねこうやってちょっと厳しい環境の中でも絵は美しく撮れるのだと。そうそう、絵は美しく撮れるのと、うん、あと時間 ね昼に見て帰っちゃわないで、うんうん、まあ、早朝が一番いいけども、まあ、早朝はねまたちょっと大変な部分があるんで、まあ、夕方もこうやって、うん、あのこれ2つとも夕方なんで、はい、うん、あの日が落ちて真っ暗になるちょっと前ぐらいの時間帯、うんうん、まあ、いわゆるマジックアワーって呼ばれてますけど、そういう空が青みが残ってる時間帯に、うん、冬の風景を撮ると、まあ、湖に限らずとてもね、うん、あの風情が映りますのでいいと思います。お、なるほど、はい、今回はその、ね、冬の湖というか、はい、そう空気感が伝わるお写真の魅力をお伝えしました、はい、まあ、ぜひ、ね、機会があったら参考にして撮っていただけたらと思います。湖の撮影に興味があったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、そして写真の撮り方をもっと勉強したいと思った方は概要欄より無料メール講座登録をお待ちしております。